お、なんか。71R とかよりはライブは長い。気になる BBS じゃん。気になるあれにあった。買ってくれんの？やってくる。よく見えるようにもう少し前に行っていただけますか。はい、ありがとうございます。参加ご希望の方ぜひ。これくらいで。全然目の前まで来てもらっても、はい、私たち寂しいんでありがとうございます。ありがとう。ちなみにジャンケンの相手は僕です。そうです。ジャンケンマン佐藤さんです。はい、で、使用ルール的には、勝ちのみ。そうです。相手と負けは座っていただくような形。勝った方だけそのまま座っていて、相手と負けは座る。あの、ウーバーとかなし。この色。映るしないで、しっかり見ますからね。この色に。はい、あの、スペーサー1台分、設定があれば車種問わず、お取り付けは、設定ショップさんで、お支払いください。こっちはお支払いください。佐藤さん、メガネ見えないと見えないんですよ。だいぶ遠くで。はい、はい、という目録、手書きの目録をお渡しします。はい、ちなみにタイプは何でもいいんですか？何でもいいんですか？限定でも設定あれば、はい、挟み込みだろうと、1枚ものだろうと。あ、ちなみにボルトは別売ですね。あ、ボルトもつけてくれるそうです。お、ちょっと言ってみるべきですね。そうですね。今、佐藤さんが交渉してくれましたよ。はい、じゃあ、まずはしたらその IID のスペーサーの、はい、じゃんけん大会を始めたいと思います。はい、じゃあ皆さん手を挙げてください。後ろの方にもいらっしゃいますね。はい、もう一回だけ行きますよ。もう一回行きますか。はい、行きます。3、2、じゃんけん、ポン。チョキの方。チョキの方。チョキの方。はい、今私の見える範囲で3と4名様。4名です。あ、5名ですね。5名。じゃあ5名で決勝戦しましょう。そうですね。前に来ていただけ。車両
決め放題1回発表。え？展示車両なのか、お客さんの車両なのか、展示車両よりすごいのもあるよね、たまにね、ほんと。あのロールスロイスなんてもうすごいじゃん、あれ。映画に出てきそうだよ、なんか昔の映画に。ひときわ目を引くね。タイヤやばくないって言って。